久しぶりに、私が問題を出してあげる。泣いて感謝しなさい。今回は、明治時代のポイントの一番の、明治政府の基本方針と、政府の諸政策のうち、中央集権化策と、食産工業を範囲とするから。何度も言っているのだけれど、最初は、聞き流して。慣れてきたら、15分間勉強して、問題演習に入りなさい。それでは、始めていきましょう。 戊辰戦争の最中の1868年3月に出された明治政府の基本方針を何というかまた天皇が誰に誓う形で出されたかもう一つ原案を起草した越前藩士の名前列行会議の規定を盛り込む修正を行った土佐藩士の名前列行会議を広く会議へと改めた長州藩士の名前をそれぞれ答えよ答え 母親戦争の最中の1868年3月に出された明治政府の基本方針は五カ条の正門です。天皇が神に誓う形で出されました。五カ条の正門を起草した越前藩士はゆりきみまさ。列行会議の規定を盛り込む修正を行った土佐藩士は福岡高地下。列行会議を広く会議へと改めた上州藩士は木戸高義です。2. 五カ条の正門の翌日に 全国の民衆に向けて出された考察を何というか。また、この民衆統治の方針は、幕府の民衆統治を引き継ぐものであったため、キリスト教も禁止するものであったが、後に、キリスト教の禁止の考察を廃止し、不況を黙認した。その西暦と、契機となったキリスト教との弾圧事件の名称を答えよ答え。五箇条の正門の翌日に、全国の民衆に向けて出された考察は、五号の刑事です。 五号の刑事では、江戸時代と変わらずに、キリスト教を禁止する規定もあったけど、浦上信徒弾圧事件を契機に、キリスト教禁止の考察を廃止し、1873年以降、不況を黙認しました。3、1868年に出された明治政府の基本組織を規定した法律を何というか。また、その組織は、古代の政治組織である何を復活させたものか。また、 どこの国の制度を参考にしたものか。もう一つ。打浄官が統括する官職の一つで、立法機関の名称を答えよ答え。1868年に出された明治政府の基本組織を規定した法律は、政体書です。政体書は、古代の政治組織である、打浄官制を復活させたものです。アメリカの制度を参考にしました。打浄官が統括する官職の一つで、 立法機関は、です。4. この時期に、神道国境化を目指した政府が出した、神仏集合を禁止する法令を何というか。また、この法令を契機に、全国的に、仏像や寺院などの破壊が行われたが、そうした行為を何というか。答え。この時期に、神道国境化を目指した政府が出した、神仏集合を禁止する法令は、神仏分離令です。これは、 文化史でやります。神仏分離令を契機に起きた、全国的な仏像や寺院などへの破壊行為は、廃仏希釈。五。諸藩に対し、土地と人民を天皇に返償させた政策を何というか。また、それは西暦何年か。また、この政策によって、藩主は、旧支配地を管理する行政官となったが、その名称は何か。もう一つ。 返上を最初に行った藩を4つ答えよ答え。諸藩に対し、土地と人民を天皇に返上させた政策は、藩石奉還です。1869年に実施されました。藩石奉還によって、藩主は元の支配地を管理する、地藩時となりました。藩石奉還を最初に行った藩は、薩摩藩、長州藩、土佐藩、肥前藩の4つの藩です。なお、藩赤奉還を画策したのは、 薩摩藩士の大久保利光と、長州藩士の木戸孝良です。6。国内の政治的統一を完成させるため、各藩に属していた軍事権、長政権を政府が掌握して、藩制度を廃止した政策を何というか。また、西暦何年に行われたか。また、この政策を断行するために組織された政府の直属軍の名称と、その兵を出した藩を3つ答えよ。もう1つ。 この政策により、地判事が罷免されたが、罷免後に、どこへの居住を命じられたか。また、地判事罷免後に、地域に派遣された行政長官の名称を答えよ答え。国内の政治的統一を完成させるため、各藩に属していた、軍事権、朝税権を、政府が掌握して、藩制度を廃止した政策を、廃藩置権といいます。1871年に行われました。 廃藩地験を断行するために組織された政府の直属軍は、新兵。新兵は、薩摩藩、長州藩、土佐藩の兵で構成されました。非前藩は入っていないので注意して。廃藩地験によって、自藩児は罷免され、東京居住の命じられました。自藩児罷免後に地域に派遣された行政長官は、不知事と兼礼です。7。国民軍創設のため、 全国徴兵のみ事のりに基づいて出された打浄監布告を何というか。また、西暦何年に出されたか。また、その布告の誤解から起きた徴兵反対の一揆を何というか。答え。国民軍創設のため、全国徴兵のみ事のりに基づいて出された打浄監布告は、徴兵国有です。1872年に出されました。 徴兵国有の内容の誤解から起きた徴兵反対の一揆は、血税一揆です。8徴兵国有の翌年に出された、兵役を国民に義務化する法令を何というか。また、何歳以上の男子に、何年間の兵役を義務付けるものか。また、この法令は、誰の発案で、誰の時に実現したか。もう一つ、兵役の免除規定を答えよ 答え徴兵国有の翌年だから1873年だよね1873年に出された兵役を国民に義務化する法令は徴兵令です20歳以上の男子に3年間の兵役を義務付けるものです徴兵令は大村益次郎の発案で山形有友の時に実現しました兵役免除規定は保守学生管理要高者代人料270円の支払い者 などです。なお、兵役の免除規定は、その後改定されて、免除規定が全廃されました。9。明治政府が行った土地制度、税制度の改革を何というか。また、その改革を実施する前に、田畑勝手策の金が解禁された政歴と、田畑永代売買の禁止が解禁された政歴をそれぞれ答えよう。もう一つ。この改革によって、課税基準は、 収穫高かか。ら何に変わったか税率は全国的に不定な状態からどのようになったか納税は現物納からどうなったか税を負担する土地所有者に発行された土地所有権の確認証なんというかそれぞれ答えなさい答え明治政府が行った土地制度税制度の改革は遅祖改正です1873年に実施されました改革を実施する前に 田畑勝手作の金が解禁されたのは1871年田畑永代売買の禁止が解禁されたのは1872年です地署改正によって課税基準は収穫高から地下税率は豊作・強作に関係なく地下の3%納税は現物納から金納になりましたまた税を負担する土地所有者に発行された土地所有権の確認書は試験といいます 地疎改正で勧誘地に編入された農村の共有地を何というかまたこの時期に農民が負担軽減などを求めて起こした農民一揆の名称を答えよまた茨城や三重を中心に起きた一揆の名称をそれぞれ答えよ答え地疎改正で勧誘地に編入された農村の共有地は入リ合地ですこの時期に農民が負担軽減などを求めて起こした農民一揆は 地疎改正反対一揆です。地疎改正反対一揆で、茨城で起きたものは、真壁騒動。三重を中心に、四県にまたがり起きたものは、伊勢暴動といいます。なお、地疎改正反対一揆を受けて、1877年に、政府は、地を、地下の2.5%に軽減しました。11、政府が行った近代産業育成政策の名称を答えよまた、 その政策の中心となった艦長で、鉱山、交通部門を干渉する者の,の名称。官業や地方行政、警察などを干渉した者の,の名称と、初代の長官名をそれぞれ答えよ答え。政府が行った近代産業育成政策は、植産工業です。植産工業の中心となった官庁で、鉱山、交通部門を干渉する者は、工部省。官業や地方行政、 警察などを干渉したものは内務省。初代の内務卿は大久保利道です。12、食産工業政策のために政府が直営した工場を何というか。また、そうした工場の中で、1872年に群馬県に開設した工場の名称を答えよまた、その工場は、どこの国の機械を用いて、フランス人技術者の誰が指導したか。答え、 食産工業政策のために政府が直営した工場を官営模範工場といいます。官営模範工場で1872年に群馬県に開設した工場は富岡製糸所。富岡製糸所はフランスの機械を用いてフランス人技術者のブリューナの指導が行われました。13政府が佐賀藩から接収した高島炭鉱と幕府から受け継いだ長崎造船所は後にどこに払い下げられたか。 また、富岡製糸場と三池炭鉱は、後にどこに払い下げられたか。答え。政府が佐賀藩から接収した高島炭鉱と、幕府から受け継いだ長崎造船所は、後に三菱に払い下げられました。富岡製糸場と三池炭鉱は、後に三井に払い下げられました。どうだった何度も繰り返し学習して、コンスタントに8割以上取れるようになったら、次の回へ進みなさい。